この衣がマジで美味しいのよね。はい、こんな感じですね。皆さんこんにちは、チャッキーでーす。はい、今回はですね、新玉ねぎを使って作るオニオンリングの作り方を紹介させていただきます。しかも今回の方法は油で揚げずにフライパンだけで作れちゃうんで、もうめちゃくちゃ楽ちん。やっぱ油で揚げないんで後片付けも楽ですし、そこら辺ねベタベタにならないからかなりおすすめの作り方です。しかもなんといっても衣がむちゃくちゃ美味しいのよ。この衣をまとわせたオニオンリングマジで絶品なんで、一回作ってみてください。それでは一緒に作りましょう。チャンネル登録お願いします。それでは材料から紹介させていただきます。新玉ねぎ1つ、塩昆布大さじ1杯、いりごまも大さじ1杯、はい、そしてこちら小麦粉、薄力粉ですね、50g です。お水大さじ5杯、そしてマヨネーズ大さじ1杯ほど使います。材料は以上でーす。まずはこちら新玉ねぎの皮を剥き取ってください。はいよー、綺麗にねこの真っ白な身が出てくるまで2枚ほど剥き取ります。そうしましたら、ちょっと頭とケツのヘタの部分をまっすぐ切り落とします。そしてまあオニオンリングなんで輪切りにします。そうですね、だいたい1センチあるかないかぐらいでズボッと切り落としてください。今回はちっちゃめの新玉なんでね、3等分ぐらいにします。そうしましたらこちら1枚ずつバラバラにね剥がしてください。はい、こんな感じで、よいしょ。この時ね薄皮があったらついでに取り除いておいてください。はい、優しくねちょっと縁の方から押さえるとポロポロっと外れちゃいますんで、こんな感じですね。はい、すべて剥がしていって輪っか状にしちゃいます。よいしょと。あんまり力いっぱいやるとねパリって割れちゃうんで気をつけてくださいね。こんな感じでもうポロポロっとね剥がすだけで OK です。よいしょ。あー割れちゃった。はい、優しくね指で押さえたら簡単に外れますんで、こんな感じでどん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 輪っかを作っていく。はい、お次は衣を合わせます。この衣がマジでうまいのよ。塩昆布ね、いりごま、これを小麦粉の方に入れてください。そしてマヨネーズ、これもまあ大さじ1杯ぐらい適当に入れといてください。これで旨味とねコクが加わってマジで最高なのよ。そしたらここにお水少しずつ入れながらしっかりと溶きほぐしてください。はい、衣はたったこれだけで完成。ただこの衣がマジで美味しいのよね。ちょっとね固めの天ぷら衣って感じです。よく馴染んだら完成。はい、ここへ先ほどバラバラにほぐしといた玉ねぎをすべて入れます。よいしょっと。あとはこれねしっかりと混ぜ合わせて玉ねぎの表面に衣を絡めるだけ。よし。そして今回は油で揚げずにフライパンでね少ない油で揚げ焼きにしながら仕上げていくんでね、ほんと簡単。もちろんこのまま油でさっと揚げていただいても問題ないんですけど、やっぱご家庭でね揚げ物するとベトベトなって最悪じゃないですか。なのでねもうフライパンでいっちゃいましょう。うい、オッケー。しっかり表面に衣が絡めば準備完了。はい、フライパン用意してください。そしたらね油を気持ち多めに引いてください。はい、こんなもんかな。今回はオリーブオイルでいきます。そしたら火をつけます。火力は弱火で構いません。弱火でじっくりとね揚げ焼きにしていきます。はい、フライパンしっかりと温めたら衣をまとわせておいた玉ねぎちゃん入れてください。はい、はじめね弱火で構わないのでしっかりと温めてくださいね。はい、こんな感じ。もうあとはね適当に並べて入れて表面がカリッと香ばしくなるまで揚げ焼きにするだけ。ほんと少ない油で全然 OK です。はい、じっくりといっちゃいましょう。はい、1分ほど焼いたらひっくり返す。はい、コロリンチョーとね、だいたい1分おきぐらいにコロコロと返しながら裏表カリッと香ばしくなるまで揚げ焼きにしちゃってください。ほんとね全然少ない油で OK なんで、ゆっくり転がしながら焼いていってください。はい、再び1分ほど焼いたら転がす、これの繰り返しですね。じっくり転がしながら焼くことで
このフライパンからも熱が上がってくるんで、中までしっかり火が通りますんで。火力はね、ほんと弱火でいっちゃってください。焦げちゃいますんでね、そこだけ気をつけてください。新玉ねぎは甘みが強いんでね、焦げやすいので。様子を見ながら、こんな感じ。コロ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 転がしながらね、裏表から香ばしくカリッとするまで焼いていく。もう全然弱火で OK です。はい、こんな感じですね。コロコロと裏表を返しながら、まあだいたい5分ぐらいかな。そうするとこの表面もカリッと香ばしくなって、このまとわりついてた衣のね、粉っぽさがだんだん消えてきます。そしたらいい感じなんで、引き上げていってください。こんな感じでね、カリッと香ばしく、まとわりつかしといた粉っぽさがなくなったらね、いい感じです。はい、しっかりと揚げて油を切っておく。はい、もうこの鍋このままで OK なんで、すべてね、焼いていっちゃいましょう。弱火でじっくり。よいしょ。いや、ほんと玉ねぎね、揚げ焼きにするとめちゃくちゃ美味しいんだよね。しかもこの今回のね、ごま塩昆布衣。これがめちゃくちゃ美味しい。よっしゃ、オッケー。じゃあ同じようにね、転がしながらカリッと香ばしく焼いちゃってください。よいしょ。はい、こんな感じ。コロコロ転がしながら、表面が香ばしく焼けてね、粉っぽさがなくなったら引き上げていく。あんまり焦りすぎるとね、まだ粉まで火が通らなくて、めちゃくちゃ美味しくなくなっちゃうんでね。弱火でじっくりと転がしながら、香ばしく。もう衣もね、完全に火が通ったかなっていうぐらいいっちゃいましょう。こんな感じですね。もうそしたら完成。ゆっくりじっくりで構いません。ああ、いい感じね。もうこれ OK やな。じゃあ盛り付けて食べよう。はい、完成。揚げずにフライパンで作れる。しかも衣がめちゃくちゃ美味しい。オニオンリング。もうこれがマジでね、甘くてサクサクで香ばしくてやばいんで、ぜひ作ってみてください。それでは、ヒュームポーをいただきます。めちゃくちゃうまい。ほんとじっくりと焼いて火を通してるんで、新玉ねぎもとろっと柔らかく、この表面の衣はね、サクサクで香ばしくて食欲そそります。いや、めちゃめちゃうまい。やっぱ新玉で作るオニオンリングは最高やわ。ほんと衣にね、塩昆布とごまを混ぜ込んでるんで、旨味が違う。表面をね、コロ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 転がしながらじっくり焼いていくことで、衣もね、粉っぽくならずにしっかりサクサクになりますんで、ぜひ作ってみてください。まあもちろん油でね、カリッとサッと揚げれば早いんですけど、後片付けも大変ですしね、そこら辺飛び散ってベトベトになるしね、絶対少ない油で転がしながら揚げ焼きにした方がいいと思います。もう全然同じようにできちゃう。いや、マジで香ばしさも加わるしね、フライパンで揚げ焼きにする方がいいかもしれん。その玉ねぎがね、焼き焦げた風味がマジでたまらん。いや、これは絶対飲めるやつやわ。はい、ということで遊びで乾杯。あー、オニオンリングはめちゃくちゃ酒に合うわ。最高。いや、ほんと衣がうますぎてなんぼでもいけちゃう。あ、うまっ。やっぱ新玉ねぎ最高にうまいわ。これやったら1個丸ごとペロッといける。いや、新玉ねぎね、栄養も豊富ですし、なんといってもオリゴ糖も含まれてるんでね、腸もきれいにしてくれる。もう最高やん。しかもうまい。なんて優秀な食材なんやろ。ほんと春は新玉ねぎが美味しいんでね、ぜひやってみてください。うますぎ。